こうね。ピタッと毛虫とかありなの、毛虫か。のハケっちゅうわけや。あ、いいだ。これさっきの車ちゃんは。これ横走ったんで。こっちになってあそこ曲がるやろ。変わっとんだ。公園かな。いいやった。最果て感がすごい。君たち一緒に行けるかなと思ったけど無理やなって感じで。これ佐藤ちゃんじゃん。だめやゴミだらけやな。佐藤ちゃん、佐藤ちゃんやろ。ちゃんおこ、佐藤ちゃんと記念写真。
近佐渡ちゃん撮るの忘れた。佐渡ちゃん、ゴミだらけやな。登んない。佐渡ちゃん、先水出してんね。佐渡ちゃん、佐渡ちゃんかだけ知らんけど、バッチリやんけ佐渡ちゃん。水出すな。なんかどう、鼻水ポーン。つまんね。脳天から水引き出すとか、こうすごいギミック満載で。わーおー、めっちゃ出るわ。やってんね。止める。あら、やめろ、私だ。いやね。ロケも多いな、なんか、ゴミ多いな。タキヤゴが残ってるわ、はあ、残るんかな、ずっと。まあ、いつか家建ってるな。あの便利忘れちゃうけどな。とかなんとか言って住んでる人にしちゃうか、はあ、落ちぼこや。歴史を感じます。ケーキちゃん、でかいな。すごいね、いつからあんねん。最初からあんのかな。高野道公園。まあいっか、こんなもん。バカな。八幡高野道とか書いてある。高野道に平が出ちゃう。平畑っちゅうことが判明しました。
向こう行かれへんな。これそんなんばっかりやな。何年か前に新聞広告でなんか見たことあるような気がしますよ。でも入っていくのはね、ガスの施設だし、そこは何だよ。これとは怪しいよ、これ。これ怪しいぞ。これ。芝居だな、次から吠えんな。マルチ。でもなんか犬よりも飼い主のかな。あんまりやったら飼い主がよく見たん。当たり前か。する。
こうセパレートされてね、こっちも変わるで、なんか2つあるね、変わってんな。でも山田池公の厳密に見たら道挟んで3つぐらいになってるから一緒か、知らんことだ。静かやな、吹いてもおらへんわ。竹やぶ、竹が結構こっちまでせり出してきたなと思ったら横ちくりやな。え、さっき見えたの ここじゃないな。ここはあの多分あれやな、小田川峠の茶屋のもう一個行ったところ。なのこれかっこええやん。調子乗って背中吹いたろか、タグにぶつかっていくですね。あかん、行けへんよ、行けんことはないけど、降りんとあかん、降りんでも行けんことないかもわかんけど、ひっくりだったら終わってなかったね。この部屋にどっちな、すごい歴史やもんね。歴史ってほどでもないやけど、まあできて 4,50 年は余裕で経ってますよとかね、すごいわ。後で現場ですけど上行ったから下も行こうか、人がへんし、人ってやるのか、意外と小心もね。こっちは何もないじゃん。昔は逃げるけどな、時代を感じるね。あの Google マップで晒すから、こういうとこはここピタッとこうなんかやってますみたいな。映ってんのこれ、映ってるわ。バスっていうスペースあんのか。なんなんこれ、バスこれんの、バスこれんの。
やけど、なんか停止線を起こした。元回りかなんかあんないです。別に走るとことかないな、そんな。よいしょ。普通なんや、俺逆走だよ。線通なんや。線通ってわけでもない。今週車両なんなん。本来の北側の方まで正代東高を小屋道だけど、住宅地はずっと小屋道らしいけど、前はあかん。